オートマチックトランスミッション車のスムーズな走りを支える重要なパーツ。それがトルクコンバータです。トルクコンバータはエンジンとトランスミッションの間に搭載されていて、ドーナツのような形をしています。内部はポンプ、ステーター、タービンで構成され、それぞれプロペラがついています。これら3つのプロペラは直接つながってはいませんが、内部に満たされたオイルの回転力により動力を滑らかに伝える仕組みになっているため、しなやかな加速、低燃費、高出力が実現されます。エンジンの動力はまずポンプを回転させます。これによりかけ回されたオイルも回転し、このオイルの回転が今度はタービンを回転させます。タービンの回転軸はトランスミッション、タイヤへとつながっていて、自動車を発進させます。トルクコンバータには大きく分けて2つの働きがあります。一つは駆動力を伝えたり遮断したりするクラッチの働き、もう一つは必要に応じてより強い駆動力を生み出すトルク増幅の働きです。ここでは一つ目のクラッチとしての働きについて説明します。これはトルクコンバーターのポンプについているプロペラです。エンジンの動力を受け、これが回転を始めると、中に入っているオイルも同時に回転を始めます。次第に回転が速くなると、オイルには遠心力が働き、ポンプの外側へと流れ始めます。こうして流れ始めたオイルは裏側にあるタービンのプロペラに当たり、これを回転させます。このタービンは回転軸を通じてトランスミッション、タイヤへとつながっているため、駆動力となって自動車を前進させます。さらにエンジンの回転が上がると、オイルにはますます強い遠心力が加わり、より力強くタービンを回転させるようになります。こうして最終的にポンプとタービンはほぼ同じ速度で回転するようになり、動力が無駄なく伝達されるのです。トルクコンバータはオイルという液体を介して動力を伝達するため、発進時のショックが少なく、滑らかな動きと確実なトルク伝達を可能にします。次にトルクコンバーターの2つ目の働きであるトルク増幅について説明します。自動車を発進させたり急加速させるときには大きなトルクが必要です。トルクコンバーターはこのような場合、自動的にトルクを増幅する役目も持っています。その役目を担うのがポンプとタービンの間に入っている第3のパーツ、ステーターです。発進時や加速時など、タービンの回転速度がポンプの回転速度に追いついていないとき、オイルはまだ勢いが残った状態で再びポンプへと戻ってきます。この勢いを保ったオイルを今度はポンプを回転させる力として有効利用するため、流れの向きを変えるプロペラがステーターです。こうすることでエンジンの回転力に戻ってきたオイルの力が加わり、より大きな回転力が得られます。これがトルクコンバータの第2の働きであるトルク増幅の仕組みです。なお、自動車が加速後一定速度に達した場合などは、タービンはほぼポンプと同じ速度で回転しますが、この時はオイルの流れを妨げないようにステーターを空回りさせる仕組みになっています。最後に実際のシフト操作とトルクコンバーターの動作について見てみましょう。シフトをDレンジに入れると、エンジンの回転がトルクコンバーターへと伝わり、ポンプが回転を始めます。ブレーキペダルを離すとタービンも回転を始め、動力がタイヤへ伝わり、自動車が前進します。アクセルを踏み込むと大きなトルクがポンプに伝わると同時に、ステーターのトルク増幅効果も働き、さらに大きなトルクでポンプを回転させます。このトルクがタービンに伝達され、自動車は加速します。やがて加速が終了すると、ポンプ、タービン、ステーターの回転速度がほぼ等しくなり、
滑らかな巡行となります。豊かぎ県のトルクコンバーターはドライバーのアクセル操作に瞬時に応答し、フレキシブルなトルク増幅、素早い加速、スムーズなドライブを約束します。より効率よく、よりクリーンに。豊かぎ県はトルクコンバーターの技術革新を推進することで車の未来を担い続けます。